朝鮮革命宣言は、ジャーナリストで独立運動家のサルサイヒロシが、朝鮮の抗日秘密結社議列団に依頼され、寄贈した暴力革命を促す綱領である。通称議列団宣言。1922年作成、1923年1月、配布。大日本帝国からの独立の理念と、朝鮮総督府の破壊、天皇の暗殺など、 具体的な行動を示している。1919年11月、金元法を団長とする、計13名により、義列団が結成。顧問は、高直慶、金王池。1920年9月、富山警察署爆弾事件。12月、密洋警察署爆弾事件。1921年9月、朝鮮総督府爆弾事件。1922年3月、 田中義一陸軍大将暗殺未遂事件。金元法に依頼された猿祭博士が、1ヶ月以上、かけて、朝鮮革命宣言を総行。議列団員、劉氏名が補佐。1923年、上海で1月3日に開幕した朝鮮独立、運動団体代表たちによる国民代表会議で、朝鮮革命宣言を配布。1月12日、 小路警察署爆弾事件。3月14日から16日、軽機動警部の抗玉を含む、儀列団員ら18名逮捕。通称、抗玉警部事件。爆弾36個と共に、朝鮮革命宣言約950部が押収。9月、撲列、金子文子逮捕。1925年の予信聴書に資料として、朝鮮革命宣言が添付される。 1924年1月、二重強爆弾事件。1926年12月、朝鮮食産銀行、東洋拓殖株式会社爆弾事件。1928年5月、台湾で、サルサイ広史逮捕。10月、儀烈団員ら数名により、僕、広史一万暗殺。1935年7月、儀烈団が、朝鮮民族革命党に統合される。 1936年2月、旅順監獄でサルサイ・ヒロシが死亡。1942年10月、朝鮮民族革命党が大韓民国臨時政府に参加。1948年9月、朝鮮民主主義人民共和国受立。金元法が国家検閲省就任。1958年11月、金元法失脚。後に粛清された。 ありがとうございます。